こんにちは、ナビさん。やっぱりお金って必要ですし、欲しいなと思いますよね。目の前に1万円札があって、欲しかったらあげるよって言われたら、それはもらいますよ。いや、お金いりませんっていう人は、相当お金に余裕がある人だと思いますよね。で、お金に困ってる人が、お金を欲しがらないっていう思考回路が結構あったり、お金に困ってるのにお金にこだわらないっていう人がいるのはね、ちょっとね、残念なことなんですよ。で、私ね、実はセミナーの中で、お金が欲しい人っていうふうに呼びかけて、なんかね、手の上げる勢いが弱かったなって覚えがあるんですよ。で、次はね、1万円札をこうやってね、差し出して、これ欲しい人いますって聞いたことがあるんですよ。そうするとね、手が上がらなかったんです。で、もう一回言いますけども、これ欲しい人本当にいないんですかって言ったら、一人の人がね、こうやってちっちゃく手を挙げたんですよ。ですんで、はいって言って1万円札あげました、はい。で、ここで何が言いたいかっていうと、お金欲しいですって常に手を挙げてないとお金は入ってこないですよってことなんですよ。で、先ほどのエピソードで渡した1万円は本当にあげたんですよ。だってお金が欲しくって私のところに集まってきたのに、これ欲しいですかって1万円の現金をね、目の前に出されて、欲しいですって手が上がらない人稼げるんですかね。で、少なくとも欲しいですって手を挙げた人はね、遠慮ながらでも手を挙げた人は1万円その瞬間稼げたわけですよ。つまりこれなんですよ。みんなの銀行っていうアプリがあるのはもうご存知だと思いますけども、この情報が入ってきた時に、誰よりもね、わ、これすげえと思って、誰よりも多くの人に広めたのは多分私だと思うんですね。でもね、ある人は何回紹介してもやらなかったんですよ。で、しつこいからやりますよって言って、やっとやったら、あ、これすごいですねみたいな感じで、その人からも広がり始めたんですよね。いや、お金が欲しいな、お金にこだわってるんだよって言っても、なかなか行動できないのが人間ですし、なんかちょっとね、がんめつく見えたりとか、恥ずかしいと思われたりするっていう価値観もあってありますからね。でも、お金が欲しいっていうのはかっこ悪いことも何でもなくって、まさに資本主義経済の中で生きてる時に、ある意味ね、お金を稼ぐレースをみんなでしてるわけですよ。で、稼げば稼げるほどもっと稼ぎやすくなると、お金がたくさんあると信頼になるっていうこともあります。例えばね、縁もゆかりもない人が10万円貸してくださいっていうのと、必ず返すから貸してくださいっていうのと、私がね、10万円貸してくださいっていうのでは、多分私の方がお金集めやすいと思うんですよ。それは私が背景に大きなお金をたくさん持ってるってことがあるから、返せないことはないだろうって感じなんですよね。でも、どんなことか、どんな人かわからない人がお金を貸してくださいって時に、その人が本当に、ね、担保を持ってんの、返すだけのお金あんの、当てはあんのっていう風になっちゃって、それが解消できない限り、なかなか借りれないと思うんですよ。結局、お金がある人は信頼と影響力を持って、お金がない人はそれを持てないってことになります。もしお金以上に、いやいや、金じゃあげられないよと、綺麗な心だよとかね、いう人がいるんだったら、相当綺麗な心を持ってるんだと思うんですよ。だから、そういう人は自信を持ってね、いや、私はお金がなくても清らかな心を持ってるんで大丈夫ですっていう風に言ってくれればいいんですけども、いや、私なんてとてもとても、いや、お金もないですみたいなね、なんなんやみたいなことになっちゃうんですよね。だから、お金がない時とか、体力がない時とか、お腹が空いて食べ物がない時っていうのは、ないものを求めていくっていうのは別に自然の姿なんで、そこにね、格好悪さを感じることはないと思うんですよ。むしろ、ないものを痩せ我慢して飢え死んでしまう方がよっぽどね、ちょっとこう残念な気持ちになっちゃうんですよね。欲しいものは欲しいと、そうやって表現することと、あとはね、欲しいんだったらそっちの方向に向かっていくこと、欲望に正直になるってことも、やっぱり必要なのかなと思います。もちろん大贅沢をしろってわけじゃないです。そういうふうな欲望ではなくてね、まあ、つつましくとも自分らしく生きていけるような、そのぐらいのものはみんなで求めてもいいんじゃないかなと思いますよね。はい、ではね、あなたの、まあ、ナミさんのためじゃないですよ。ナミさんのことを言ってるわけじゃないですけども、あなたの、あなたの欲しいものは何ですか？健康ですか？お金ですか？友人ですか？何でしょうかってことですよね。ナミさんと私はやっぱりこれからも動画をたくさん作りながらね、たくさんの人とつながっていきたいなと思っているところでございます。ヘギそば、昨日もいただきました。ありがとうございました。